出た COD モダンウォーフェアのクソマップって言われてるけど、フリーフォアオールだと結構両マップというか、ちょっと広いからな、なんかスコアカンストせずに終わったりするゲームもあるんだけど、今回は脇がいいね。この後ろにいる、この後ろに1人か2人湧くから、早速1人やって、あ、いるね、グレ投げてるからもう1人奥にいるやつをヘッドショットしていく。ドア開いた、こっちいる、決め打ち、よし。今回 MP7 近距離カスタムなんで、この辺で戦うのがいいかな。ん？後ろいる。これも決め打ち、ヘッドショットしていく。で、後ろからね、おそらくスナイパーライフルの撃つ音が、ああ、なんか右から撃たれたような気がするけど、気のせいか。ちょっとスナイパーやりに行こうかな。ん？音が聞こえたぞ。来た。これね、狭いからね、もう足音聞こえたら、ほぼほぼ決め打ちで当てれるってのが、このマップの、この辺りはいいですね。ちょうど腰打ちカスタムなんで、相性がいいんだよな、このカスタムとは。大体この辺にいれば、裏側の、こっち側の通路歩ってくる音とかも全部聞こえるんで、裏から来た人は漏れなく、勝っていくっていう感じです。いた、気づいてないな、後ろから撃つか。やっぱね、レーザーとマーク4グリップでかなり腰打ちの精度が良くなってるな。この武器だけなんか別ゲーになるんだよね。 MP5 とか使ってるやつ絶対 ADS してから撃つんだけど、なんかこのカスタムの MP7 使ってる時だけ入れれる、なんか別ゲーになるんだよな。よし、こんな感じでね、この辺うろうろして出てもこの辺までかな。ここ結構狙撃されるんで、ちょっと覗いたら帰った方がいいのと、あんまり止まっちゃダメですね。足音聞こえた、奥いるでしょ、来た、よし。お、いるいる、あそこ破壊して背中を打っていく。巻いてるね。あー、マジか、スナイパーいるよ。足音、まあ、デッサ使ってるとめっちゃ静かになるから、より一層足音が聞こえて、ん？後ろか、いたいたいた、クロスファイア、いいね。残り6分半残して15キルだから、もう多分カンストいける、カンストっていうか30キルいける。追うか、ちょっと待って、ここね、ここ通るときほんと危ないんだよな。いた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 、右いないか、大丈夫か、あ、いるな、これはいるな。このパターンが多いんだよな、あそこ渡るときに。本当は渡んない方が良かった。よし、戻ってきた、いたいたいた、腰打ちの強みを生かしていく。いたいた、いるね、よし。アサルトとスナイパーと結構まんべんなくいるな今回。よし、リス狩り、
沸かせるためにちょっと移動しますか。ちょっとあの辺にいると沸かないからね。ここまで来てうろうろしてるとさっきのところ沸くんで、いた。ちょっと奥入ってみるか。あーやばい、左、右にもいる。そうなんだよな、やっぱ本当に壁自体に回らないとダメだったけど、まあ、それやるとね結構ね時間がかかるからあまり好きじゃない。一応見たけどいないな。お、さあ戻ってきた。死体がいて足音が外に向いてるけど外にはいなかったな。回ったか。音はめっちゃ聞こえる。いた。おお、マジか、打ち負けた。アスバルか。アスバルは近距離でも強いからな。アスバル本当に強いよね。ちょっとアスバルにリベンジを。左、そこかい。来た、ここね。この今の距離までが腰打ちの適正距離かな。あれより離れるとちょっと豆デポになっちゃうから ADS しないといけないんだけど。よし、あと5キル。この辺で沸かせてから軽戦法で残り5キル。あ、裏回ったな。逆から攻めるか。ん？来ない。あ、戦ってる。よし。まだいるでしょ。あー、いるな。来た来た来た。後ろのあっちは遠いから無視だな。あくまでここで。よし、ラスト2。ただこっちは一応見るけど、ここをね、突っ切ると絶対にやられるんで、出てもここまで。お、いるね、後ろに。二人。ログが出てないんで、二人まだ残ってる。スモークか。あ、ちょっと待って、音聞こえるわ。ゲホゲホ言ってるよ。レッサー使って、ヘッドショットしていく。いいね。かなりいい感じのゲームだった。カデリーでサブマシンガン使ったったらこんな感じで稼ぐと。がっつりヘッドショット入れてる。ということでピカデリーでした。 GG。